ミュージカルオリバーフェイギン役の市村正近ですオフィシャルサポーターの皆さん登録ありがとう君たちも仲間です、えー、今回のサポーターあゆさんからの質問です、えー、舞台で役の人生を生きる皆さんですが日常生活まで役を引きずってしまうことはありませんか お仕事とプライベートの切り替えや気持ちの切り替えるためにの方法などはありますかというご質問を受けております。そうですね。ね役によってはです。ね、本当に引きずる役もあります。前はあの確かあのラカージュというミュージックをやった時はです、ね、常にこう膝を閉じてね常にこう小指立てたりこれ癖になっちゃったりやっぱり電車に乗った時はねちょっとその周りの人はびっくり。 たことあっってねね、えー、やっぱりり引きずりちゃうこともあります、ね、でもまあ、えー、今回のフェイギンはですね、えー、もしかするとやっぱり引きずる可能性はあるかもしれないけども、えー、まあそうだな役に入ったらそのまま行っちゃうかもしれませんねあのでもお家に帰った時はあのでもお家に帰るとね子供が2人いるんでねつい子供たちと一緒にいるとなんかフェイギンの役が抜けないかもしれない。 今回だからちょっと、うん、その辺が不安ですミュージカルオリバー、えー、公式サイトではオフィシャルサポーターを募集しています、えー、サポーターになるとですね、えー、公演の最新情報やチケット先行などもう特典盛りだくさんですオリバー YouTube をご覧いただき誠にありがとうございましたよろしければチャンネル登録よろしくお願いしますよ これ言いたかったんです。チャンネル登録よろしく。フェイギン役の市村正親でした。